どうもどうもお疲れ様です。120分以上の映画が苦手なエステちゃんです。今日はですね、最近ネットフリックスで配信開始されたマンデイズ、このタイムループ上司に気づかせないと終わらないについてた話していきたいと思います。あらすじが、とある小さな広告代理店で働く主人公吉川明美は、この仕事が終わったら憧れの人がいる大手広告代理店へ転職すると燃え上がる野心を持って仕事に取り組んでいた。しかし次から次に降ってくる仕事って余裕はゼロ、プライベートも後回し、月火水木金土日休みなく働き続けていた。ある月曜日の朝、後輩2人組からこう告げられる。僕たち同じ1週間を繰り返しています。このタイムループを夢の出来事だと思って忘れないために合図を覚えてください。鳩です。一人また一人と白い鳩の合図に導かれ、タイムループの中に閉じ込められているのを確信する社員たち。だがその脱出の鍵を握る長久部長はいつまで経ってもタイムループに気づいてくれないのだったということで、これなんか、ま、2020年の10月公開なんですされてたものなんですが、だからね、神田伯山さんのラジオでなんか褒めてたなと思って、でネットフリックスで配信開始ということで見てみましたが、これですね、82分しかないんですけど、もうめちゃめちゃ面白かったです。もうね、タイムループなんてね、もうやり尽くされてるんで、あのどうすんのかなと思ったら、あのハッピーデスデー、この間ダバナシあげましたけれども、みたいな、ハッピーデスデー2みたいな感じのなんか青春ものというか、まあ会社なんでね、大人たちの話なんですけど、でももう青春ものでしたね。みんなで、小さい会社なんで協力し合ってなんとか抜け出そうと、あの試行錯誤していて、あのこれはまあタイムループ普通にエンタメとしても面白かったんですけど、なんかこの組織で働くことの、働く上で大事なことについてもなんかさりげなく教訓というか、まず根回しというかね、その部長、上の人に気づかせるためにはその下の人を説得しなくちゃいけなくて、その下の人を説得するにはさらにその下の人を説得してっていう、まあ、上申書っていうね、古くからあるあの日本の企業のやり方あるみたいですけど、なんかそういうだし、またその人を説得するにはその人のことを知らなきゃいけないというか、その人の何を大事にしているのかというかね、その人によってこう説得をあの変えて、皆さんこうキャラに応じてね変えてて、なるほどなと、こうプレゼンというかね、プレゼンするときは、まあ、もう分かりやすくはもちろんなんですけど、こうどう響かせるかみたいなところもすごいなんか練ってあるというかね、それもエンタメにしつつあのやってて面白かったですね。はい。あとはそうだな、あのなんかね、さりげなく道徳的なこと、まあ、自分のことばっかりやってると誰もいなくなっちゃいますねみたいな、まあ、そういうあの人としての生き方みたいなこともなんか描かれてたりとか、してましたね。はい。あと最後、最終的にみんなで漫画を描き出すというか、その部長はその漫画を描ききってないってことが、かつてちょっと取り掛かってた漫画を描ききってないっていうことを心残りに思ってて、実は潜在意識の中でそれがタイムループを起こしているっていうことに気づいて、最後漫画を描き出すって、そのなんていうか、あの爆満的なというかね、なんかわかんないですけど、そういうみんなで漫画描き出すところとかもなんか青春だなみたいな感じで良かったですね。はい。あとあの低予算多分映画なんですよね、きっと。だから知らないマキタスポーツさん以外はもうほぼ知らない方、うん、でなんかそれがリアルで良かったですね。あの会社になんかね、メジャーなね邦画になっちゃうと大体もう
綺麗なね、こんな人一般社会にいないよっていうぐらい顔の真っ白なね、あの人が出てきちゃうんで、美白のね方が出てきちゃうんですけど、あのいそうな感じで、うん、良かったですね。リアリティがあって、なんかブスッとした感じとかがね、良かったですよ。はい、可愛げない感じというかね、リアルでっていう感じですかね。だからすごい、うん、いや、いいですね。で、この竹林監督、竹林亮さんというのかな、14歳のしおりっていうのを前作で書いて、撮ってるんです。これもなんか話題になってましたね、そういえば。まあ、あんま別に見る気はないですけど、なんか、だから才能ある方なんだなっていうのをね、改めて思いました。はい、ということで、あのタイムループものでやっぱり最初は説明がやっぱりいるんで、こういうことをループしますっていうのがね、まあ、それがまあ伏線にはなってるんですけど、それがねやっぱりこう大変ですよね。その説明を楽しく見せなきゃいけないっていうかね。いや、どうしても説明ってね退屈ですからね。なんかそういうところとかも、ね、苦心されているのではないかなと勝手に思ったりしましたが、非常に良かったと、良かったです。面白かったなという感じでしたね。はい、ということで、あのネットフリックスで見れますので、あのよかったら見てみてください。はい、あとあれですね、もうハッピーデスデーとも思ったんですけど、やっぱ反復練習って大事なんだなっていうか、もう同じ日を繰り返していくとやっぱりね、容量を得ていくというか、上手くなっていくっていうのを、絶対まあね、タイムループなんて味わうことないですけど、でも反復練習ってこういうことだよなっていう、体に覚えさすみたいな、なんか改めて反復練習の大事さ思いました。はい、ということで82分、めちゃくちゃコンパクトにできて素晴らしい。皆さんぜひ、見てみてください。はい、ということで終わりです。